じゃよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず第一段階ですね。はい、第一段階からいきましょう。はい、はい、まずノーコンプライで絶対必要なのがデッキを弾く。そうですね、当たり前ですけどね。はい、まずは右足の方ってことですよね。はい、すごい。でピックアップするときに絶対大事なのがテールをまっすぐ弾くじゃないですか。ノーコンプライするときにデッキをワンエイティさせますよね。はい、デッキを弾いてワンエイティ、じゃあこれができるかどうか。はい、例えばですけどこうノーコンプライで前足外したっていう体でここに足を置いて、ここからデッキをワンエイティさせる。はいはい、ね、これ前に弾きすぎたりとか弾く方向を見すると常に当たったりとか、あとは前にやりすぎれば前に飛ぶ。当たり、もうこれ、ね、本当に当たり前体操なんですよ。当たり前なんですよ。うん、とりあえず真下で180度回せないと、はい、そうですそうです。実際やっ、ノーコンやっても無理する。そういうことです。よくあるのが、やっぱりこう、ちゃんと前に弾いてるんですけど、弾いてるつもりつもりですね。ちゃんとここに回ってないってことは、ちゃんとそこに弾けてないってことです。で、めちゃくちゃ細かく言うと、まっすぐ、テールをこの下ぐらいまっすぐ前に弾きたらどうなるか分かりますよね。まっすぐ、まっすぐ、当たり前、すいません、当たり前なんですけど、でテールを斜め45度前にテールを弾いたら、じゃあもう斜め45度に弾く、いやこれがもう答えですね。はい、物理みたいな感じなんですすいません、物理よく分かってないです、はい、スケートボードで学びました。できてない人は斜め45度で弾けてないってことですね。そしたら自分の足を斜め45度で弾けるようにちょっと練習する。こうね、その動きを全く同じようにやればちゃんと回ってくる。で何回やっても同じようにパンとここに足元に来て、でこれ一つポイント、あと左足一本でバランス取りながら右足で足をコントロールする。スケートボード大事なことですよ、ね、しかも実際やる時もこの状態ですね。そうですそうです。で片足バランスを取る状態で、まあ、ちょっとずれた、ずれても大丈夫です。ずれても右足1本でちゃんと押さえられる範囲で、まあ、毎回同じところにやれば毎回同じところに行くんですけど、ずれるとこうなります。はい、弾き方、まあ、でもちょっと変に傾いた状態で弾き方、そう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 、あと足の位置がデッキのここに置けば変な回り方したりとか、ここに置けば、まあ、回転の度合いも変わってくるし、自分で場所を決めた方がいいです。基本は真ん中ぐらいが一番ベストだと思うんですけど、今ひっくり返ったってことですよね。ひっくり返ったってことは、まっすぐ弾けたいんで、ちょっとずらしてみましょう。で、こう自分で調整して、まっすぐ来るところを探してやる。これすごい大事だと思います。はい。まあ、それ1対1段階ってことでしたね。はい、これ第1段階です。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ第2段階。はい、で第2段階はピックアップしてデッキを取るんですけど、その前に前足の外し方をちょっと教えます。前足の外し方、ノーコンプライでめちゃくちゃ最初悩むのが前足が抜けない。分かんない分かんないですけどね。こうとりあえず前足抜けなくて、で前足抜いたとしても抜いた後にすごい時間かかるからパンって、だからこの抜くタイミングがめっちゃ難しいわけです。でこれが一番大事なところで言うと、軸の移動なんですよね。はい、基本には両足乗ってるじゃないですか。はい、この両足乗ってる状態から両足で外して出すっていう一瞬でこのパーっていう動きってめっちゃむずいと思うんですよ。まあ両足で乗ってるんで、要はずらした後も両足乗ってる状態になっちゃうんですよ。でこれは結構イメージが大事です。とにかく今両足乗ってます。こっからまず左足一本の軸に移動して右足をフリーにしてほしいんですよ。はい、いきますよ。今両足です。この両足からあとはスタンスを一つ意識してほしいのが、深いと
ずらしづらいです。外しづらいです。外せますけど、外しづらいんで、少しでも外しやすいように、少しつま先だけで乗ってるぐらいの感じです。最初は。はい。そうです。でもデッキは傾けず。はい。最初は。はい。で、この状態から、今、両足のつま先で超辛い状態に立ってます、実は。はい。プルプル言ってます、多分。それでも水平に、はい、水平を保つ。でこの状態から前足の外し方いきますよ。両足軸から一瞬腰を浮かした時に両足の力を抜く感じです。一回ニュートラルにします。フッて浮かして浮かした瞬間にニュートラルにするとスケートボードから左足を下ろせます。その瞬間に左足一本にスッと最初なるほど、はい、浮かしてたからあのテールの足かなってつかないですね。そうです。その時に右足に乗っててダメです。右足乗っちゃうとパタッとなっちゃうんで。弾けないですね。そうです。もう一回いきます、はい。両足から一瞬で左足一本でずらして左足一本。で、右足はくっついてるけど動かさない。ここめっちゃ大事です。これできない人結構多いんで、はいはい、ここを結構ちゃんと練習してみてください。こうできるようになります。で、また戻る。いきますよ。前足を外したら、ほい。で、ノーズ浮かないように。ノーズ浮いちゃったってことは右足に力入ってるってことです。右足に力入っちゃダメです。右足は超フリー状態で、フリー状態。その降りる瞬間もゼロ体重ですよね。降りる瞬間は。で、そっから、今、50、50から100、0になる感じです。一瞬で。50、50から、ふっ、100、0。お前足100。はい、0です。で、今、自由に自分で引いたり、押したり自由にできるところにここにキープしてこうです。ここにキープしてるだけです。これを何度も繰り返す。スッスッ、はい、これをまあ練習してできるようにまず、はい、3回連続でも気を決めてやる、はい、でこれがまあ第2弾、ね、そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、練習したじゃないですか、はい、で今スッて前足ずらしたんですけど、はい、これ実はもっともう一個ずらし方で簡単なずらし方があります、はい、これ見てください。こっちから取るといいかもしれないです。今かかとちょっと出てるじゃないですか、はい、このかかとをつけて一瞬つけてからかかとを軸につま先をスッてずらす。これでもう左足一本に軸戻します、はいはい、見てください。かかとをついてずらす、かかとをついてずらす、ずり下ろす、これはずり下ろす感じにちょっとしたいかな、かかとからただ傾きますけど結構、実はかかとから行ってかかとから行く感じでつま先をずるってこうずらす。体も開きやすくなるんで、めちゃくちゃやりやすい、はいはい、これ覚えてみましょう。わかりました、はい、じゃあありがとうございます、はい、はい、で、それ足が外せるようになりました、ね、はい、外すのがスムーズにね、はい、なりました、3段階目です、はい、まあ、どうなるかですね。そうですね。ってことは、外した後に、はい、こっちの外した後ゆっくりです。フリーになった足、離してないです、絶対離さない、はい、離さない状態で、はい、テールを前に弾、先45度前、はい、45度の斜め45度前に弾いてノーズをここに持っていきましょう。ああ、おお、はい、この練習弾いて今度はさっきここで回したのをもうノーズに来るようにこっちのテールの弾く練習です、はい、さらに。おお、じゃあさっきのやっぱ複合技すね。そうですね、どっちもできるようになったらこれだって感じですね、はい。これはこれでスケートボードの取り方でいろいろ使えるんで、これはこれでちょっとやってみてください。毎回100発100中できるようにするといいです。そうですよね、はい、3回中3回最低で、はい、これやってみてください。で、慣れてきたら前足を外して弾く、徐々にテンポよく前足を外して弾く、前足をかかとから外して弾く、なるほど、前足をかかとから外して弾
で、どん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 タイミングを同時にしていくんですよ、はい、外した瞬間に弾く、はい、外した瞬間に弾く、ああもうそうですね、それぐらいまでできるようにすればだいぶ習得までが近いです、ね、近いですね、これができたらだいぶ近いです、弾く、でそれ取れるようになったら今度走りながらっていうか滑りながら、そうですね、走りながらでもいいし、はい、もう普通に最初は弾かない、あの走らなくても全然大丈夫、はい、弾かない、走らないで弾いたらこれでもいいと思います、ずらして、お、すごい、ずらして、でこの時に、はい、あのテール前に弾くじゃないですか、はい、ただ足だけでやるよりも上半身先行でちょっと体振ってあげるとテールを前に弾きやすい、あと回した後に右足で押さえやすい、体こっち向くんで、うん、はいはいはい、ちょっと手を振って、こっちからちょっと手を振った反動で前足をやること増えてきますよ、だんだん、はい、だんだん一個一個一個を足してって同時にできるようになって技って完成するんで、そうですね、だから前足を外して前に、うん、いいです、最初は前に弾けなくてもいいんで、うん、外して弾く、うん、はい、外して弾く、どん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 、あ、今のはまっすぐしか弾けてないからもっと前に弾こう、もっと前に弾こうって意識をどん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 そっち側にしていく、外して弾く、ほら回ってきた、わかります、で思い切って失敗してもいいから最初ずらした後に、あ、足りないなと思ったら思いっきり回してもいいですよ、うんうんうん、力加減ってやっぱりこう最大を知っておかないと最小も分かんないし、うん、だからそれも経験だと思うんですけど、思い切ってバーンってやることが大事です、体回転しちゃうと思いっきり体振ってもいいです、はいはい、なんかはいまあそこから調整していけばいいんですよね、はい、面白いじゃないですかめっちゃスケボー飛んでるみたいな、はい、はい、スケボー飛ばしましたね、これもスケートボードを知る上で必要だと思います、あの地道に地道にコツコツも大事だし、でも思い切って時には思い切ってやってみて、はい、自分の体を動かすっていうのも大事ですよね、はい、わかりました、はい、じゃあ次の段階押して弾いていきました、はい。